ベルディ編曲集はマイケル・フィニスインが作曲したピアノ独奏のための編曲集である。1972年から作曲された。フィニスインはこの作品にベルディ・トランスクリプションズと名付けており、単純な操作で出来上がったアレンジメントではない。まず原曲の素材を徹底的に検証し、適切な音域へ渡るだかする。その移り行された音名の上下に複雑な装飾を、 盛り込んでいくのが初行の基本線であった。第5曲では原曲の旋律は左手に任され、異なったテンポやリズムを持つオブリガートは右で演奏されるため、一種の同時演奏が行われている印象を与える。このテクニックは第9曲にも現れる。原曲のメロディーがはっきり聞き取れる編曲もあるが、完全に素材ごと埋没したと思われる瞬間も多い。 フィニスイーは1995年の時点で完成することができなかったため、ブック1の全9曲とその他の9曲を無理やり合わせ、18曲のトルソとしてアンプから1995年に発売した。フィニスイーのピッチ渡る高テクニックの詳細はアンコモングラウンドで述べられている GFH についての作曲法や、 A Study of Sources テクニクスインタープリテーションで述べられているピッチマトリックスのデータが参考になると思われる。全曲演奏者2人のうちの1人、イアン・ペースがメチエに録音したのはこの初行版である。イアン・ペースはこの作品にブゾーニの影を感じるようである。録音はインターナショナルレコードレビューの2002年4月版、ザ・グラモフォンの2002年4月版。 BBC ミュージックマガジンで高い評価を獲得した。国内外の熱狂的なピアニストからの応援を受け、2005年に当初のプラン通り全36曲の原曲が決定。一部の作品はマリリン・ノンケンの手によってアメリカ合衆国で初演された。初行のプランからやや逸脱し、ブック4はオペラではない原楽四重奏やレクイエムからの作品が顔を出している。 全曲初演は、ジョナサン・パウエルによって2005年に行われたが、この後もいくつかの箇所は修正されており、全曲の決定校をイアン・ペースが演奏し続けている。当初の予告通り、9曲ごとにブックが編纂されるため、全4巻である。ありがとうございます。